以前の動画で国語の古典のですね、画面変形のスライドを作ったので、少しちょっと漢字を使って遊んでみたいと思います。まずテキストボックスにこういうふうに打っていただいて、これをですねコピーして複製してください。そして2つのですね漢字をコントロールキーを押しながら、そして選択。そこから以前ですね図形の結合をやったことがあると思いますけども、図形の書式で図形の結合、そして切り出しを押してみてください。そうするとですね、不思議なことにこの漢字の部分部分が選択されて分かれることにできます。はい、これを用いてですね、この部分の図形の塗りつぶしで色をつけたりだとか、強調したい部分ですね、結構これバラバラになってるんですけど、共通として言えるのは漢字がつながってる部分はこういうふうに切り離されてないので、はい、とこういうふうにですね、漢字の辺なんかにいろんな意味があると思いますので、視覚的に説明するのも効果的だと思います。今回の動画参考になった方はいいねボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。